クワチャンネルのクワちゃんです。カレーに取り組む生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございます。よはですね、スパイスばあちゃんに行ってまいりました。スパイスばあちゃんは共同にできました新店舗で、もう今やカレーマニアの方やカレー好きの方からの大注目の新店舗でございます。さあ早速ご覧いただきましょう。本日のカレードン、こちらがスパイスばあちゃんさんのメニュー表。本日はキーマカレー普通盛りにジャガイモのスパイス炒め温玉をトッピングでチョイスいたしました。見るからに肉肉しいルーの方からまずは一口、一口食べるとスパイス感も相まって本当に最高で、本日も固めに炊かれたお米も本当にルーとの相性が抜群、どんどんスプーンが止まりガツガツいける、そんな一皿。添えられてるトマトと一緒に食べると酸味とそしてさっぱり感もプラスされていいアクセントに。トッピングしたジャガイモのスパイス炒めもご飯と一緒にいってもそのまま食べてもどちらでもいける、そんな一品。もはやトッピングの領域を大きく凌駕する、そんな一品。そしてトッピングしていたお待ちかねの半熟卵を割って食べるとまろやかさがぐっと増して、どん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 止まらない方向へ。ガリが添えられているというのもなかなかおつなものです。覚えておいて損はなし、スパイスばあちゃん本日も満腹ごちそうさまでした。人気店の匂いがプンプンします。駅からちょっと歩いて立地的には悪いんですけども、結構お客さんも来てるみたいで、僕は実は2回目なんですけど、1回目売り切れでね、ちょっと食べれないみたいなこともありまして、カレー好きの方とかカレーマニアの方が大注目するお店でございました。いや、もちろん本当に注目度のみならずね、味もめちゃくちゃ美味しくて、スパイス感やあと辛さがね、結構普通の段階でちょっと辛めに設定されてるんで、もう結構汗もちょっとかきながら食べる。本当にね、お米も固めに炊いてくれてるし、もうカレー好きの方のちゃんとポイント押さえてくれて、わしづかみにしてくれてるね、そんなお店なんで、ぜひもうカレー好きな方々ぜひ行ってみてください。温泉卵もいいですし、じゃがいものスパイス炒めもね、もうあれだけでご飯いきちゃうんじゃないかっていうぐらい美味しいんで、ぜひトッピングして食べてみてください。もうスパイスもね、ちょっとホールスパイスが残ってたりしてガリッとしてね、食べるのも美味しいですし、そのままもガツガツいけるんでね、もう本当は大盛りして食べたかったんですけども、そのまま食べまして、いや本当におすすめのこれから大注目のお店でございました。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。